ジャズ嫌いな好きじゃない人にも売りつけるんですよ。なぜならそれは俺がいいと思ってるからなんです。皆様の中で商売をしている人がいると思います。いや何らかの商売をしてるでしょう。仕事をしてる、だから自営業じゃなくてもですよ、何かの商売してます。何の商売ですか？ちなみに売ってるもの、デザイナー、デザインを売ってるわけでしょ。デザインを借りですよ、分かりやすい例です。もうデザインのに、いや私のデザインはちょっといいかどうか分かりませんけれども、いやもしお気に召したらいいと思いますが、一応こういうお見積もりをさせてもらってますので、よかったらご検討いただけませんでしょうかっていうのが謙虚な姿勢でしょうかと。なんか一瞬日本人美徳的な、あこの人へりくだってるんだなと、自分のデザイン力をちょっとねなんか下に下げることによって、そうやって、いやいやそんなことないですよ、素晴らしいデザインじゃないですかって、あそうだそう思っていただければ、恐縮ですってね、で一応じゃあお見積もりだけ出させていただきますのでというふうなところで、じゃあもしよかったらなんか検討いただければと言って、でそうやって去っていくような、そんな営業をしていませんかという話なんですよね。でそういう営業をしている人結構多いんですよ。だけど今ね、私に出会ってるわけじゃないですか。世界最高のデザインをですね手にするチャンスが目の前にあるんですよと言わなくても、それぐらいの気持ちがあるかどうかです。いやそういうのが徐々に匂わせるような形ですよね。いろんなデザインさんいますけども、私は今このデザインに生涯をかけていますと、まあ、こんなね何や節のね熱い形で言わなくてもいいですよ。少なくともうわここにラッキーな人がいますね、幸せな人がいます、超ついてる人がいますよ私の目の前に。なぜなら私のデザインを検討できるチャンスがここにあるんですよ。でお前は偉そうかって言われるかもしれませんけども、でもそれぐらいの自信があればちょっと頼んでみようかなと。もちろん私のデザインですから相場よりは、まあ、若干お高いと思います。でも安かろう悪かろうじゃありませんけれども、安い金額を出してしょぼいデザインであなたのこの会社の雰囲気が決まってしまうんですよ。あなたの会社もこんなにしょぼくていいんですかと、あなたが今ここで出した値段の値段があなたの会社のシンボル、あなたの会社の社風、あなたの会社の将来を決めてしまうんですよと。確かに私のデザインは相場よりはお高こうございます。でもそれはあなたの会社だからこそ払う価値があるんじゃないでしょうかと。将来どんな会社にしたいと思うんですかと。今あなたはラッキーですよ。私のデザインを採用するチャンスに恵まれているんです。できたらちょっと行こうかなと思うでしょ。でこれの話をねこの文殊菩薩さんがしてるんですよ。ちなみに今の文言は僕のメンターである営業の神様香形明先生が言いそうなことです。はい、香形明先生という営業の神様がいまして、その方をモデルにした文殊菩薩ですという話を今ねちょっと肉付けはしていますけども、今の話結構ビビってくるでしょ。めっちゃ来るでしょ。でこれは今デザインでもそうですし、指輪アクセサリーでもそうですし、不動産でもそうですし、ね、ファンドでもそうですし、何でもそうなんですよ。だから僕自身もね、まあ今日はラッキーな方がこんなに32名もいらっしゃる、あ33名もいらっしゃるなと思ってですね、なぜならね、僕の話を生で聞ける YouTube じゃございません。そのチャンスに恵まれた方が33名もいらっしゃるんですよ。最高についてますねと。だから僕はついてる人としか付き合えないっていうことはこういうことなんですよね、というふうになるわけですね。それは今日来てよかったなと思いますよね。だからおそらくですよ、まあ今言語化しましたけども、それによって、まあ、何勘違いしてるんだって言われてさ、勘違いが何があかんのかいと、勘違いしたまんま一生を終えたらそんな幸せなことはなかろうもんと、ちょっと九州弁出ますけどね、鹿児島の方もいらっしゃいますけども、鹿児島なんとかもんっていうのは鹿児島言わないですか。あ、じゃあ鹿児島ですよね。
ね、よかろうもんっていうのはあれは博多ですね。あの福岡もそんな話ばっかりじゃない。まあ、いやともかくとしてですね、はい、ということですよ。あ、だからなんか俺できてるのかもしれないです。だからそれは、あ、ヒューさん自信があるんですねって言う、私そんな自信がないんですよって言ったら、自信がないんだったらもうね商売やめたらいいんじゃないですかと、ね、自分のねやってる仕事に一生懸命の、みんな一生懸命やるんですよ。誰一人手抜いてないはず。あ、手抜いてるんですか。あ、そんな商売ですか。あ、じゃあいいですよってなりますよね。少なくとも、ね、相手に、ね、お伺いを立てるんじゃなくて、いやもう俺のこのトークのデザイン何でもいいんだけども、もう最高だよねと、矢沢永吉ならそう言うでしょう。俺の歌聴けるんだよねと、一言言っていい、お前の人生最高だよねって言うでしょう。 A ちゃんならあなたの人生最高だよね、なぜなら俺の歌聴けてるんだから、ということをおそらく藤井風さんも思ってるんじゃないでしょうか。 BTS さんのプロデューサーも思ってるんじゃないでしょうか。ジミーも思ってるんじゃないでしょうか。というふうに話が脱線していますけれども、はい、今ねコンテンツにも触れましたし、そのコンテンツを導き出すアファーメーションにも触れたわけですよ。もっと言うと、このアファーメーションをした後にバババババって読んでいって、それ1から読んでもらっていいんですよ。1から読んでもらって、そこで、はあ、人生変える情報がありましたと。やっぱりね、曲がりなりにもね、出版社角川とかサンマーク出版とかクローバー出版というですね、まあまあの会社が、あ、この著者書いてほしいなと思って書いてもらいましたね。サンマーク出版は例えば世界のコンパニさんもいるし、角川さんはね、それはもう数えきれないぐらいのいますよ。クローバー出版だって奥平亜美さんとかですね、いろんなあの著者さんがいらっしゃいますよ。その出版社がね、あ、この著者がいいなと思ってる、著者がですよ、3ヶ月4ヶ月1年かけて書いてるものにさ、悪いものがあるはずないんですよ。で、一つも学ぶものがないって言ったら、あ、一つも学ぶものがないぐらいにあなたは時間を浪費したんですねって俺は言いたい。あ、それぐらいあなたは感性がないんですねって言いたい。周りにもちゃんと買ってお金を出して買った、それに一つもね人生を揺るがすような1500円の価値も見出せない、以上の価値も見出せないような、そんな読書をしてるんですか、ということ、それあなたの人生そのものじゃないですかって言いたくなるんですよ。同じようにこれ48時間はいいことばっかりに目を向けようと、ネガティブなものに目を向ける必要ないし、そんな言葉を聞く必要もないんですよ。一生そうしましょうとは今は言いません。それは人間ですから。でもね、48時間ぐらいはなんか覚えてるもんなんですよ。今日は5月の26日、ちょうど今20時です。5月の28日の20時ぐらいまで、まあ、2回ぐらい目を覚ましますよね。あ、まだ48時間経ってないけど、いいことだけ思おうと、ね、嫌な情報があったら、あ、それは一応キャンセルキャンセルキャンセルとしてですね、48時間ぐらいは意図的にいいものにフォーカスしましょうと言ったらさ、人生いいものしか見えなくなってしまうんですよ。これが48時間のマジックってやつなんです。で、なぜ和歌山でこの話をしているかというと、その2019年4月に挙げた48時間以内ですごいことが起こりますというサムネがなんと白浜で撮ったやつなんです。4月に親と両親と奥さんと子供と行ったんですよ、7人で白浜に、はい、白浜行ったんですよ。なぜかというと、両親にとって白浜はもう超絶リゾート地なんでしょ、ですよね。まだ海外に行くぐらいのね、日本にそのゆとりがないときに、じゃあどこに行きますか、一応海外ではないけど海外っぽいものとしては、まずは宮崎県の青島、はい、でめちゃくちゃ頑張って鹿児島県の与論島、当時は最南端でした、この間行ってきましたけども、沖縄まで行けなかったんですよ、パスポートがないとね、米ドルが必要なんですよ沖縄はね。で、それに並び少数ぐらいのが白浜じゃないんでしょうか、南紀白浜、あとどこですかね、熱海ね、あと、まあ、伊豆ね、伊豆熱海、あとはどこから、まあ南国っぽいとこがいいですね。あんまり土佐って言わないですね、ちょっと遠いんだよね多分ね、土佐は遠くまで行くんだったら宮崎なんだろうなきっとね、うん、
両親は白浜が新婚旅行なんですよ。で当時ね、まあ、新婚旅行に行きましたけども、大阪富田林に住んでますから、まあ、何かあると白浜の海岸なんです。で小学校の頃も行ってきました。で両親が言うんですよね、あの子らもな白浜連れて行きたいわって言うんですよ。あの子らってうちの子供ですよ、3人ね。別にな言うたら悪いけどね、昔は家族旅行年に1回でしたよ、ね、学校の先生やってますよ、兄弟3人いるんですよ、ね、どこ行ってもそんなにね、まあせいぜい2泊頑張って年に1回です。もうその年に1回の楽しみですよ。申し訳ないんですが、石田家は年に4回泊まりの旅行をしているんですね。え、贅沢ですよね、なぜかね。だから旅行に対するありがたみは両親ほどではないんですけれども、でも両親はあの子らな白浜連れて行きたいわっていうふうに言っていたから、じゃあ行こうかって言ったのが2年前でした。3年前か、2019年、 YouTube 始めて、でそれと親孝行のつもりですよ、ね、白浜行ってあの子らにあの戦場敷で遊ばせたいわとか、アドベンチャーなんとかでパンダも見せたいわと、まあ、やしひさちゃんとかな、ひでちゃんとかまーちゃんがな白浜行ったやんって、お母さん楽しかったんやなと、お母さんとお父さんがな新婚旅行でな何かあると白浜行ったよとね、ひさちゃんらも白浜行って楽しかったなと、あきらくんとかな、たくちゃんとかな、ひろくんもな一緒に白浜行ったら面白いやろなって言うてたから、何涙くんでる人がいるんですかまあそれで行ったんですよね。でその時に撮った写真が桜の写真で、48時間以内にすごいこと起こりますというね話だったわけですよ。無理やり続けてますけども、でも僕の中ではすごく熱いものがあるわけですね。だから今日の話で言うと、全然話してませんけどねでも俺なんかね、あの今の時点で言うのもあるんですけども、今回10カ所でトークライブしていて、で最終回が大阪なんですけども、まあ、大体違う話してるんですが、なんかベストバウト的な感じがあるんですよ。でも自分でそう、結構いい話してるなとなんか今思ってるんですね。今の白浜の話とかさ、ちょっとこれ YouTube で言ったらね、また今度言おう、ダミ声で思いますし、で人生を揺るがすような情報のアファーメーションね、つまり自分にとって有益じゃない情報は全部削除していいんですよ。そしたら頭の中お花畑のね P 発人生になるわけですよね。頭の中をねヘドロにする必要ないっていうことを言ってるわけです、というわけで BTS が好きならBTS 幸せな気分になりますよね。多分幸せだと思いますよ。私はこれを見たり聞いたりなんかしていると幸せだという何が一つあれば、それは人生すごく幸せですよね。僕は例えばジャズもそうですし、まあ、例えば藤井風さんの歌なんかもね、あのね思わず聞いてしまうんですよ、自転車に乗りながらも。最近 YouTube で藤井風さんの解説動画ってあるんですよね。もうそれまで見てしまうんですよ。何かあります？これがあるから幸せなんだというのは、うん、はい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 、いいですね、はい、でもこれなんかテレパシー飛んできたんですよQさんの動画ですよって今テレパシー飛ばしましたね、今ありがとうございます、はい、そうネガティブなことをね、うん、考えても意味ないですからね、誰が得するんでしょうかってね。なんか人の批判ばっかりしてる人とかたまにいますけどね、あの基本の批判しても自分は上がりませんからね、もっとさ左脳を使おうよと、合理的に。だからこれは左脳ですよ、右脳のままに任せてるとさ、ネガティブなものにねどうしても目がいっちゃうんですよ。これなぜか当たり前ですよね、人間には危険を回避する本能がありますから。だってさ人類が一応始まって、500万年と一応言われていますよね。で20万年ぐらい前にサピエンスが出てきたのかな。で、まあ、1万年ぐらい前に農耕が始まって、なんとなくそういった集落とか組織って出てきたのかもしれませんけれども、まあ、そのね、まあ、もっと言うとアメーバ時代からも含めると長い蓄積において我々人類、もしくは生物はですね危険を回避するという本能を蓄えてしまったわけですよ。だから危険を回避するためには危険を知らなければいけないんですよね。だから回避するために、つまり命を守るために、なんか危険を真っ先に見てしまうんです。
だから批判ばっかりしてる人とかさ、ネガティブなことばっかり言ってる人は、まあ、正直言って、人類としては非常に下等って言ったら申し訳ないんですけども、まあ、旧型の人類ですね。なぜなら自分の無意識とか潜在意識とか DNA とかですね、これまでの蓄積に全部翻弄されてるわけですね。そういう人見たら、あ、この人は人類として全然進化してないんだなというふうに思ってしまえばいいです。だけども危険があることは重々わかりますし、さらにネガティブな情報がたくさんあるし、ネガティブな情報がむしろ自分たちの身を守るために必要であるということもわかってるわけですよ。だけどもそこであえて48時間は実験的にネガティブなことを頭に入れない、そこに目を向けない、フォーカスしないということをアファーメーションと決めるだけでね、人生が変わるんですよね。で、48時間できるんであれば、あ、じゃあもうあと3時間ぐらい伸ばしてみようかとかね、 あとじゃあ12時間ぐらい伸ばしてみようかと、あ、気がつけば1年間ずっとパッパラパー状態ですわと、あ、気がつけば5年間10年間パッパラパー状態ですわと。で、そのきっかけは何かあったら、あ、Q さんの動画だったかもしれないし、まあ、こういうね本だったかもしれないし、こういう CD だったかもしれないって、さりげなくセールスを入れるわけですけれどもね、かもしれないですね。だから多分そう、今日はね、そういうきっかけの日であればいいなと思ってます。なんか和歌山来てよかったですよ。去年に引き続き来ました。あの去年ね来られた方いらっしゃいますね、2名の方ですよね。去年何名ぐらいの方がいらっしゃるかというと、去年14名だったんですよ実は。しかもですよ、投げ銭トークライブ制だったんですよ。なぜ去年そうしたかというと、人が集まらなかったんです。で、投げ銭制にすると少なくともいくら入れるか分かりませんけども、ポチ袋にね任意の数を入れてくださいと。で、それたまにするんですよ。それはそれでなんか儀式的というか、なんかそのイベント的にね。で、去年ね、まあ、ちょっといろいろあってすげえアウェーだったから、もうディスられまくったんですね、まあ、つまりその、ね、ワクチンの話をしまくっていたかっていうところ で10万人までいったんだけど、瞬く間に8万人まで下がっちゃいまして、8万9千まで下がっちゃったりとかですね、まあいろいろあったわけですね。まあそんなこんなでですね、それでもやっぱりトークライブしたいところで、でも心ある方はすごいたくさん入れてくれるんですよ。あのね、やっぱり投げ銭であっても、去年ね、それはいろんな方いらっしゃいますんで、でもふざけた方が1名もいらっしゃいませんでした。ふざけたっていうのは、例えば請求書を入れたりとかですね、レシートを入れたりとか、1円を入れたりとか、あ、1000円が入ってるんですよ、ね、1000円、あ、でもこの方にとっての1000円っていうのは、あの、もう精一杯の1000円なんだなっていうのが伝わるわけですね。で、中には7万円入れてる方いらっしゃったんですよ。いや、もう私は、あの、誰か分かんないですよ、 Q さんからはもうね、動画を通して十分ねいいことばっかり起こってますんで、こういう機会にって、だ、結局ね、まあ、平均してみるとこれぐらいの金額になりました。本当の話です。だいたいまあ8000、9000ぐらいになったわけですね。で、一番よく包むところは名古屋でした。名古屋はなんと1万円超えてました。そうね、名古屋の人ってなんか結婚式とかにすげえ金使うっていう文化らしいですよね。自分の身内とかね、自分の気に入った人に対しては、まず外部の人に対してはちょっと車に構えるらしいんですよね。鹿児島もそうだって聞いたことあるんだけどもで、だけども、あ、この人はうちの仲間なんだなというふうに思ったら、もうガンガンやるという。名古屋の結婚式って結構有名ですよね。あ、そうか、名古屋ってそういう文化なんだなと思いました。あと、やっぱり結構入れてくるのが東京ですね、まあ、いろんな方がいらっしゃいます。で、あんまり入れないのが大阪です。あんまり言えないですねそれでもですよ、やっぱり多くの方、あ、でもね、これね、本当に如実に分かったのが、一番額が少なかったのは沖縄でした。で、これは所得自体の問題がありますので、だけども沖縄の方でもですね、1万円入れてる方が何人かいらっしゃる。まあその話はともかくとしてですね、まあ、去年はそういう形でした。でも今年はですね、一応投げ銭にしたらとんでもないことになってたわけですよ。なんか変な人がいっぱい来そうな気がしていや、だから、で、結局、まあ、例えばそれ30人を60人したところでですね、まあ、結構やっぱりね、こういうふうな形で喋れないわけですよ、前の人たちとね。これ撮ってるからね、俺あんまり動き回らないんですけども、もともと動き回って喋る性格だ、スタイルだったんですね。昔の僕のね、なんか講演してる動画たまに出てあるんですよ。茅野さんという方が福岡の方なんですよ。あ、今ちょっと東京来ましたよね。あの方が僕すごく気に入ってくれて、経営コンサルタントで、ね、ベストセラー作家の人なんですけども、なんか勝手に撮って勝手に出してるっていう動画結構ありますね、はい。で、あれなんかもうガン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 、ホワイトボード叩きまくりながらね、喋ったりするわけですけども、で、これ撮ってるから喋りながら座って喋ってるんですけども、今回それが結構板について、あ、なんか、あ、いいなと思ってるんですよ。あ、これからこれで行こうと。もう49歳になってますんでね、まあ別に年だからとか言わないんですけども、なんか動き回りながらね、ウェーって言うのも、まあちょっといいかなと。
座りながら淡々と皆さんをね、ちゃんと身を見ながらですね、喋ってる方がなんかいいかなということで、これにちょっと行きたいと思いますね。預金封鎖の話からここまで来ました。 YouTube でしか語ってない秘宝はありますかったら、まあ、なんかもう語ったかもしれないですね。今日結構なんか初めての話とかありませんでした？初めてじゃないかもしれないけども、でもね、今日の48時間の話もそうですしね、ここで言った話もそうなんですけども、情報コレクターでないんであれば、実践する人間であればもう十分いいことを言ってるような気がします。で、例えばエドワードさんとのコラボの時にすぐ P 音やりますよね。で、 P 音が聞きたいからそれのノーカット版を売ってくれっていう人が2月3月に結構いらっしゃったんですよ。何の意味もないですからね。あれなぜ P にするかと言ったら、まあ、なんかちょっと P にしとかないとその当事者にちょっと迷惑かかるかなっていう単純な、まあ、配慮の話なんですよ。でもその P のところに何の価値もないんですよ。でそれをあなたが聞いたところで何も意味ないですよっていうのを分かってるわけですね。でもそれは情報コレクターということなんですね。とはいうものの、 YouTube で言ってない秘宝があるかどうかというと、まああるかもしれないんですけども、なんか思い出したら言いますさっきと同じような形で、はい、高野山大学、これもひょんなことですね。9月のね、チャリ旅のテーマがまさに高野山、弘法大師、空海でした、うん。オリンピックがあったのが8月でしたよね。で、オリンピックのあの時期ってまあデルタ株が猛威を振るっていました。なんか最近コロナの話あんまり聞かないんだけども、全然収束はしてないんですよね。けどもうマスク取ってもいいみたいなことも言ってますし、なんとなくちょっと空気は緩んでますよね。で、死んでる人もあんまりいなくなってるということで、でもデルタ株やばかったみたいですね。さすがの僕も出歩いてないんですよ、8月で。友達が広島にちょっとね別荘を蓄えてたんで、そこにバーベキューしに行ったぐらいかな。行ってないんですよね、ほとんど。で、その時あまりにも暇すぎてスマホばっかり見て、ワクチンの情報ばっかりですね、ずっとね海外のねツイッターもフォローして翻訳して見まくってたんですね。そしたらね、神経やられちゃって、でもスマホを箱の中に入れたんですよ、タイマーボックスに。今から8時間はスマホ開けませんとか。そしたら暇になったんですよ。本があったんですよ。で、本に弘法大師空海の本があったんですよね。空海に関する本がね、あ、これちょっと読んでみようって面白いじゃんと思って、で、あ、この人どんな人だろうと思って著者を見たら、高野山大学教授って書いてるんですね。あれ、高野山大学ってあるねと思って、で、高野山大学って見たら、高野山大学大学院通信課って出てきて、あ、これ行けってことだなみたいな。え、その前にね、福岡で毎月やってるトークライブがあって、その時にね、なんか面白いことを言ってる人いたんですよね。60歳ぐらいの女性の方で、日本語教師の資格を持ってるって言うんですよ。で、日本語教師の資格っていうのは、60万円ぐらい払って専門学校があって、で、授業に出てるだけでもらえるんだと。で、それを60万円払って日本語教師の資格もらったら、そしたらそこの学校からリストもらえるんですよね。どこそこの国のどこその学校で人員がありますって。で、例えばフィリピンだったらフィリピン行くじゃないですか。だから大体まあ月収5万から10万なんですけども、でも食費と家賃がタダらしいんですよ。で、南国で例えばセブ島なりマニラなりですね、なんとか島とかですね、日本語、まあ、海外で海外で住むのが好きだったらですね、それを教えて、それもちゃんと決まった日数しかダメなので、そんなに暇なんですよ。めちゃくちゃ暇なんですよね。で、普段はなんかダラダラしてるんだって。でも物価自体が安いから、月に5万でもご飯と住居はなんせタダなんで、光熱費も使うものがないって言うんですよね。で、1食100円とか200円で食べちゃったりするでしょ。だから使うものがないんですよね。だから1日500円も使わないんですよね。だから30日でも、まあ、1万とか2万とか、だから5万もらっても3万余っちゃうんですよね。という生活をしてましたって言ってた、半年間。あ、それいいですねと。あ、資格いいですねと。だから老後は、老後というか、こうリタイアしたら、リタイアする前に海外で生活したいんだという人は日本語講師おすすめですよね、うん。これなんかアゼルバイジャンに行きたいなと思っててさ、アゼルバイジャン調べたらアゼルバイジャンにもあったんですよ、そういうのがね、うん。アゼルバイジャンこれから来ますからね。